組織の新しいメンバーが動き出した。情報収集および観察力、洞察力に恐ろしく長けたサグリアで、コードネームはバーボン。え、組織に再び潜入した水無しレナからその情報を得てしばらく経つが、一向に姿を見せませんね、その探偵のようなやつ。あ、バーボンの標的はおそらく組織でシェリーと呼ばれていたあの少女。これまでの経緯から察すれば、その少女に我々 FBI が関与していると組織に思われてもおかしくはない。13日の金曜日、その日一人の男が命を落とした。 FBI 捜査官赤井秀一。俺たちは水無しレナを奪回しようと画策する組織を欺き、彼女を再び組織に潜入させることに成功した。しかし水無しレナは身の潔白を証明するために赤井秀一抹殺を指示された。赤井秀一。ねえ、彼はこのこと知ってるの？彼、誰のことだ？バーボンよ。組織を裏切ったシェリーっていう科学者探しも動き出したって聞いたけど。さあな、ベルモットと同じく奴も秘密主義者。そんな奴の面は拝みたくねえからな。